ジョシュア・スミスは、アメリカ合衆国ジョージア州、カレッジパーク出身のバスケットボール選手、NBA のアトランタホークスなどに所属していた。身長206センチメートル、体重109キログラム、ポジションは、スモールフォワード、パワーフォワード。バージニア州のオークヒル高校でプレーしたスミスは、 最終学年の2003から04シーズンには25.8得点7.4リバウンド6.0ブロック3.0スティールの成績を残しチームを38戦全勝に導いた。同校は USA トゥデイ氏により全米1位にランクされた。スミス自身はマクドナルドやパレード主選出のオールアメリカンチームに選ばれネイスミス賞では最終候補にまで残った。 多くの高校オールスターゲームにも参加し、ナイキフループサミットでは27得点を記録して大会 MVP を獲得した。高校通算980得点はオークヒル高校の新記録となった。学業でも優秀だったスミスは最終学年にはオークヒルのアカデミックアワードに選ばれている。高校卒業後は大学に進学せず、直接2004年の NBA ドラフトに アーリーエントリーし、一巡目17位でアトランタホークスに指名された。一年目の2004から05シーズンは、74試合中59試合に先発出場し、平均9.7得点6.2リバウンド2.0、ブロックを記録し、オールルーキーセカンドチームに選出された。また2005年の NBA オールスター、スラムダンクコンテストに出場。 ドミニク・ウィルキンスの背番号21を着るパフォーマンスも見せ、圧倒的な身体能力を見せつけて優勝を果たした。ルーキーシーズン以後は圧倒的な身体能力から繰り出されるダンクやブロックはファンの目を楽しませる一方で他のスキルが乏しくダンクだけの選手というレッテルが定着しつつあった。スミスはそんな周囲の雑音を打ち消すためにも特に ジャンプショットの改善に努め、得点力をアップさせた。一方得意のブロックは、NBA2 年目にして早くもリーグ屈指の実力者となり、3年目の2006から07シーズンには16.4得点8.6リバウンド2.9ブロックの成績を残し、平均ブロック数はリーグ2位にランクされた。ブロックのほかリバウンド、スティールでもリーグ20位以内に入っている。 この時期のホークスは長い低迷期に入っており、チームは若手選手の育成に力を注ぐ形で再建に取り組んでいた。スミスも成長が期待される若手選手の一人だったが、チームの取り組みが最初に実を結んだのが2007から08シーズンだった。このシーズンもスミスは1 7に得点8点にリバウンド2.8ブロックと好成績を維持し、チームは 若手選手の成長に押される形で8シーズンぶりにプレーオフ進出を果たした。2013年7月10日、デトロイトピストンズに移籍。しかし、加入当初からチームメイトとの連携や、グレッグモンローやアンドレ・ドラモンドラとの協調性に苦しみ、大型契約を残しながらも2014年12月22日に解雇された。2014年12月26日、 幼馴染みのドワイト・ハワードが所属するヒューストン・ドケッツと契約した。プレイオフではカンファレンスセミファイナルにてレギュラーシーズンを上回る活躍を見せクリッパーズを破る原動力となった。2015年7月16日ロサンゼルス・クリッパーズと1年契約を交わすも新天地になじめず2016年1月22日に再びヒューストン・ドケッツに放出された。 2016年夏以降 NBA のチームと契約することができなかったスミスは11月7日に CBA の視線ブルーホエールズと契約した2017年10月25日ニューオーリンズペリカンズは怪我人続出のチームを踏まえハードシップ例外条項を行使してスミスと契約したが11月10日に放出されたトップアスリートが集まる NBA の中でも 屈指の身体能力を誇り、添付の際から繰り出されるダンクやブロックは圧巻。ガード並みのクイックネスを持ちながら、年を追うごとに筋力がアップしており、パワーフォワードとしても申し分ない体格の持ち主で、あるが、近年は、成功率が高いとは言えない 3P シュートを闇雲に、放つプレースタイルが、首脳陣には、受け入れられず、チームを転々とする要因となっている。ありがとうございます。